函館山から望む函館湾西用部函館湾地図、函館湾函館湾の位置函館湾は、お島半島の南部に位置する湾。函館山の南の大花崎と正木半島東部のカット市岬を結ぶ線の北側に湾入しており、南側は津軽海峡である。また、行政区域としては、函館市から北都市にまたがっていて、湾の東側には、函館港がある。 かつて、函館山が単独の島として形成された後、沿岸潮流や河川などによる土砂の堆積と地表の隆気が生じて、亀田半島との間に陸系島が形成され、約3000年前に函館湾が誕生した。湾口の水深は50から60メートルで、湾王に向かって前言する。東端の函館山から北都市街までは、弓形の砂浜海岸となっており、 その西側は海岸断球となって海色崖を形成する地点で終端している。従来使われていた福山港よりも波浪の影響が少ないことから19世紀半ばに湾内東側に函館港が整備されて本州と北海道を結ぶ物流拠点となった。以降、港を中心に栄えて現在では東部の函館港周辺の臨海部には フェリーなどの不団のほか、造船業、製毛業の工場などが立ち並んでいる。また西側の北都市街地には、長さ 2km に及ぶ太平洋セメントの専用桟橋がある。古くから漁業が営まれてきた湾の中央から、西側では、北キ貝、鮭、海苔、ホタテ貝などが取れる。一方で、湾内への生活排水。 工場排水の流入が増えて海水が汚染されたため、1980年から北海道によって函館湾流域決水道が整備され、1990年に供用が始まった。ありがとうございます。